はい、じゃあ今日はヤマピーのガチャチャレンジ話していこうと思います。はい、で、今回のガチャチャレンジは7回勝負です。7回勝負で被りはノーカウント。被りノーカウントなんで、7種類出るまで引くっていう感じになってます。で、先にネタバレすると、ダイヤしか出せなかったんですよね、ヤマピーが。超すごかった。まず1体目から見ていきましょう。1体目がこちら。アンズがね、強化決定いたしました。覚醒こそね、強化しづらいんですが、どうやらスキルやリーダースキルが強化入るみたいです。で、このキャラ、決済ドロップ全回復持ってないんで、まあ、決済ドロップ全回復つくだけでも少しは強くなるっていうか、かなり強くなると思います。まあ、決済ドロップ強化、さすがにね、ヤマピーガチャチャレンジで引いてるんですから、そんぐらいはしてくれたら嬉しいなって感じはありますね。これがアンズですね。できれば強化してほしい気持ちはあるね。ドロレヒとか別にもあれなんだけど。はい、まずアンズ。覚醒はでもいじれないって話なんで、スキルとかリーダースキルが強化入るみたいですね。で、続きまして2体目。こちら、でん、ブラックマジシャンガールです。これも覚醒はいじれないって言ってたんで、まあ、覚醒いじれない時点で弱いとは思うんだけど、一応まあスキルとかリーダースキルが強化入るみたいですね。まあ、覚醒いじれない時点で正直弱いけどね、ブラマジは。まあ、ただ一応強化は入るみたいです。で、3体目ですね、なんとあのキャラが出ました。はい、まさかの新キャラ、デーモンの召喚出たみたいです。これも覚醒はいじれないんだけど、多分まあスキル、リーダースキル入るかなって感じですね、強化が。ちなみにデーモンの召喚に関してはヤマピーはノーコメントでした。なぜか、なんか、ノーコメントでした。ここに関しては何も話してなかったですね。まあ、ただ、デーモンの召喚とかもかなり強いキャラで、僕のチャンネルでは使ってないんだけど、YouTuber とかなら多分使ってんじゃないかな。なんか、嘘つけそうだしね、これ。神タイプに対して、攻撃力が最強、こんなん環境ぶっ壊れ確定みたいな、なんか、広告みたいなこと言っても、嘘ではないからね。はい。まあ、デーモンの召喚。現環境正直いらないんですけど、ワンチャンこれも強化入るんで強くなる可能性あるかなって感じ。今、神タイプ刺さらんからな。多分、後々最強になりそうだけどね。はい。っていうデーモンの召喚が、ノーコメントで強化と。で、4体目。いやー、えぐいキャラが出ました。4体目、こちらです。エクゾディア。あ、なんてヤマピー、エクゾディア引いちゃいました。やばくない？召喚神エクゾディアがワンチャン強化決定しました。どこが強化入んのこれ。え、何が強化入る？これスキルとか強化入ったらやばいぞ、マジで。リーダースキルもね、もともと今弱いんで強化入ってほしい気持ちもあるんだけど、スキルもこれ強化入ったらかなり強いと思う。今、フィリースパーティーのサブで最強なんで、覚醒とかスキルとかね、強化入ればいいなって感じはありますね。ただまあ、楽しみですね。ワンチャン超覚醒十字とかつかねえかな。そしたら闇も乾燥しまくるからガチバケモンなんだけどな。エクゾディアなんて4体目でマピーが引いちゃいました。さあ続きまして5体目。こちら、バクラですね。バクラも昔強かったくせに今微妙だからね。ワンチャン毒ドロップの加護1個ぐらい増えてもいいんじゃないかなって気持ちはあるんで、まあそこの強化も入りますと。スキルとかも強化の違いがありそうですね、バクラに関しては。めっちゃ今微妙だから。続きまして6体目。ここでね、まさかのハーピーレディなんですよね。まあ、ハーピーレディは実際あんま今使わんけど。まあ何かしら強化入るんじゃないでしょうか。で、最後7体目ですね。7体目。今回7回までなんで、これがラストキャラなんだけど、ラストが城之内という感じでした。はい、ここまでが7体だったんですよね。で、引きは悪くないんだよ。城之内に関してもさ、ダメージ吸収向こうが7ターンで打てるしさ、火の3倍半もあるし。これも強化楽しみなんだけど、7体だったんです。あ、7体がここまでで全部星6だったんですよね。で、サイレアが出なかったんで、最後サイレア出るまで引きますとかヤマピーが言い出して、神なんですけどマジで。唐突にサイレア引くまでガチャチャレンジが始まったんですよ。で、そこで出たキャラっていうのが、なんと、こちらです。でん。会話が出ました。ということで、なんと、さっきまでの、アンズ、ブラマジ、デーモンの召喚、エクゾディア、バクラ、ハーピーレディ、ジョノウチにプラスして、海馬がなんと8体目に強化と。海馬に関してはもうこの形態もマジ強いからね。で、ここまでで終わりだと思ってたんですけど、そうで、この究極海馬はね、ガチバケモンで、今水属性パーティーにおいて強すぎるんで、いや、やばいな、強化熱いな、つって、いつも通り動画終わりだなって思ってたんですよ。挨拶もあり、ヤマピーのね、終わりますっていうのもあってね。あ、終わりかって思ってたら、なんか最後に一文載ってまして、今回は七夕スペシャルということで、ユーザーの要望に応えて、なんと、遊戯強化しますイェイしかも、携帯がしてありました。なんと、変身遊戯とこっち、究極遊戯、どちらも強化されるみたいです。やばくない？これマジで。
いや、まずさ、変身遊戯に関してはさ、無効貫通4つ持ちで、スキルも6ターンで吸収無効打てて、もう賞味強いんだけど、リーダースキルは結構微妙だったんだよね。だワンチャンリーダースキル強化来るかもしれんし、回復力とか上がってもおかしくないよね、全然。この時点でさ、遊戯強化で、はぁ、めちゃ熱いやんと思ったんだけど、まさかのこっちの闇遊戯の方、もう強化されるみたいで、これ10強2個持ちでサブとして超強いですからね。この遊戯も強化入るみたいです。マジ、やばい。バケモン、えぐい。最強。マジ、やばい。っていう感じですね。遊戯も強化入るみたいです。で、これ、強化情報に関しては、まだ発表未定なんだけど、まあ、ほぼ確で明日が暑いかなって感じ。だって明日さ、火曜日でさ、ね、サイチさんの強化がなぜか明日なわけじゃんって考えると、まあ、明日強化入るのが普通なんで、明日強化来るんじゃないかなと思ってます。いや、マジででけえ。遊戯王コラボ強化、やっぱ楽しみですね。結構遊戯王って性能が微妙で、遊戯に関してもそんな強いわけじゃなかったし、カイバーまあ強いけどなーって感じだったから、カイバ強化遊戯強化はでかいですね。これによってコイズザラみたいな強化で爆上がりする可能性、評価が爆上がりする可能性はあると踏んでいますっていう感じが今回の強化内容でした。じゃあまとめると、カイバと遊戯が強化入るんで、こんな感じの9体が強化入るようになりました。まあ、海馬遊戯はね、もちろん楽しみなんですよ。まあ、海馬に関しては水属性最強クラスのアタッカーなんで、どんぐらい強化入るか楽しみだし、で、遊戯に関してはもうね、10強2個持ちよ。この時点で超強いのにどうなっちゃうんだって話だよね。経済ドロップ回復とかスキルについたらマジ化け物だからな。楽しみなんだけど、リーダースキルとか弱いしな、めちゃめちゃ。プラスエクゾディアよ。これがいっちゃやべえだろ、マジで。こいつ今すでにさ、フィリスパーティーのサブで最強でさ、こいつのせいでフィリスの評価バカ上がりしてるんだ、今。マジで。光セシリアと、もう、エクゾディア入れてあげたらもう負けないみたいな感じで評価バカ上がりしてるんやけど、さらにやばくなるし、あとデーモンの召喚とかもね、神絶対倒すマンなんだけど、どんな感じで強化されるか楽しみ。バクラに関しては毒目覚めあるとはいえども、今微妙な戦だから、強化めっちゃ入ってほしいよな、これ。で、ハーピーレディはキラー要因で使われるキャラなんだけど、ワンチャン貴族性のアタッカー要因になる可能性もあるのかなって感じはしてるので、まぁ、ちょっと期待してはいる。覚醒がでもいじれんからな。城之内に関しては、この究極の形態が、なんだかんだやっぱ強いんで、まあ、これ強化によってワンチャンかなり評価爆上がりの可能性全然あると思ってます。で、アンズですね。アンズはまああんま期待しとらんけど、まあ、ケサドロップ回復つけば一気に評価爆上がりすると思う。ラシエルだっけ？ラシエルがさ、今回強化でいきなり無課金キャラのくせにさ、4周回復10ターンで徐々になったじゃん。確かにアンズデメリットはないとはいえども、まあ、ドロリフもあるんだから、そんぐらいしてくれてもいいのかなって感じはする。で、最後にブラマジね。まあ、これは覚醒入らないんで、強化が。まあ、別に弱いと思いますが、一応スキル強化入るのかなって感じでした。はい、ということで今回はこの9体の強化が決定したということでね、また強化内容に関しては明日以降話していこうと思います。ということで、チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。